私がこう重要視していることが5点あります。何点か要点はあるんですけど、骨盤だったり股関節なんですけども、これ映ってるのが広背筋ですね。大陰筋ここ映ってないですけど、ここから肩甲骨の、まずはですね、ラットプルダウンで説明したいと思います。じゃあ逆にこう僧帽筋の上部だとどういう形になるかっていうと、かろうじてさっきの一つ前のクーリーローケーブルローイングに関しては少し前傾できるんで、ストレッチはできるんですけども、完璧なストレッチはできないです。で、先ほど言った僧帽筋の下部です。僧帽筋の下部に関しては上っていうよりも肩甲骨を開く動作なんで、正面から